はい、チーム超人アベンです。今日は、大仙市に来ております。令和元年8月末日ですね。大曲で花火大会が開催される日です。一応こちらね、川べりの方の、橋なんですけどね、こちらでも観覧は禁止というような形にはなっているようですね。でこの近くがね、会場になって、まあ、立ち見もできますし、桟敷席とかもあります。あと、まあ、桟敷席はね、当日はもう売り切れているんですけれども、有料の観覧1000円ぐらいでね、桟敷席の近くのところにね入り込めるところとかいうのもあるそうですね。私はね、無料で立ち見できるようなね、ところにね、陣取ろうというふうには思っております。ちなみにね、有料駐車場、会場の近くだと3500円、ぐらいで、そこから少しね、離れるにつれて3000円、2000円と、安くなっていくような感じですね。で、まあ、市とかでやってるところ、あとおそらく民間でね、やってるところがあるようです。私はね、農業科学館か、というところでね、市の施設なんですけれども、無料になってるところ、そちらから歩いてきました。なんだかんだ言うと早めに着いて10時半ぐらいには着いたんですけれども、まだまだその時間だったら空きがあるような感じですね。で、そこからまあ大体会場まで30分ぐらい歩くんでね、まあ、近くに止めても大渋滞で動きが取れないんで、30分ぐらい歩くんだったらね、ちょうどいいのかなと思ってそちらの方にしました。ね、30分ぐらい歩いたらそれなりに動き始めてる頃かと思うのでね。で、この後ね、ちょっと市内の方で、食事とかして時間を潰してね、夕方まで待機というような形にしようかと思っております。はい。で、このようにね、有料観覧エリアとかもブロックごとに分かれているというような形でね、設置がされているようです。で、有料観覧エリアで、この左端の方かな、こちらの方が当日ね、1000円で入れるエリア、それ以外は予約でもう全部埋まっているというようなお話ですね。で、入場券は必ず首にかけて入場してくださいっていうようなね、お話のようです。で、広がってこっち側の方からがね、入り口になっているようですね。で、この方のテントの方で、チェックを受けるようです。はい、こちらの方はね、川べりの会場、有料観覧席の後ろのところがキャンプもできるエリアになってるんですかね。テントを張ってスタンバってるっていうような方々もいますね。で、有料駐車場とかもね、前日の段階でもう、ね、入ってテントを立てて一泊してるような方っていうのもいらっしゃったような感じですね。こちらの方もね、有料観覧ということで、出入り口のところ、のところはね、係員の方が、県だとかそういったものだとかを、チェックしているような感じですね。はい、大曲のね、花火ウィークということで、ちょっとね、こういうテントとかがある会場があったりしますね。まあ、さっきまでね、ちょっと通り雨で雨降ってたんですけどね、タコスとかも売っていて、タコスにね、イボイガッコを加えた秋田タコスとかいうのもありましたね。まあなんか秋田らしいっちゃ秋田らしいんですけれどもね、結構にぎわってますよね。まあまだ時間があるので、こういうところでね、食事したり、飲んだりしながら、待っていくのかなってところですね。結構この辺の出店もね、これ秋とかで見かけたようなものもありながら、あ、ニカップの揚げそばとかは初めて見るな。しょっつる焼きそば、うん、しょっつる焼きそば美味しいよね。たらしょっつる焼き鳥、へえ、焼き鳥なんだ。で、あとは、焼きそば、横手焼きそばだね。横手焼きそばっていうと、こういうところにね、2軒ぐらいはあったりするイメージですけどね。横巻き、ああ、横巻きもあるんだ。あ、佐藤陽介もあるわ。で、韓国の冷たい肉そば、うん、これは初めて見たな。で、こちらの方ではね、まあ、ちょっと舞台だとかそういうもので、演劇とかもね、楽しめるような、感じのようですね。これはさすがに撮っちゃいけないと思うのでね、一旦切りますね。今ですね、5時過ぎなんですけれども、昼花火といってですね、ちょっとこう煙が主になっちゃうんですけど、花火がポン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 と上がったところですね。もう少したら定位置について、準備しようと思います。昼花火上がってますね。ちょっと見えないかな、煙がね、うわーっとこう立ってるような状況になってますね。
はい、こちら桟敷席から、歩道近くなんですけどね、離れた位置なんですけれども、立った花火を見る分にはね大丈夫というエリアになっております。駐車場だとかがあって向こうの奥側の方が、川辺になってるんですけどね、高い建物もないので結構ね、花火見える位置なのかなと思っております。ちょっとね座ることもできるようなポジション取りをしております。このままねちょっと時間を、経つのを待って、見学をしようと思います。昼花火なんですけどね、多分フィナーレなのかな、撮り始めるちょっと前からすっげえ規模でやってましたね。いやこれ夜の部も楽しみです。